この界隈は野良犬がひどく多いようじゃが、どうしたわけじゃな。何を言わせる。お犬様とお呼びなさい。お犬様じゃと。うん、久保様のお達しがあってからはこの辺りでは誰も野良犬などと呼び捨てにするものはない。大官様だってお犬様と仰せられる。なるほど。してそのお犬様がどうしてこのように。はい、増えたのは江戸に近いためじゃ。江戸の奴どもが佐原の神にただりなしと毎日のようにお犬様を捨てに来やるで。それで田畑は荒らされ放題というわけじゃな。田畑どころか、この間は人間が命を取られました。何、人間が命を。お駒御家の一人息子で仁吉というのが、我が畑を荒らしたお犬様を撃ち殺して、その日のうちにお仕置きじゃ。まことか。嘘じゃと思ったら言って当人に聞かされ。お駒御家の住まいはついこの先じゃで。助さんや。はい。すまぬがご亭主と一緒にそのお駒さんの家へ行って、50両ばかり仏前へ備えてくだされ。え、50両。詐称じゃが、通りすがりの旅人のほんの志じゃ。さあ、お連れください。はい、では。ちょっと、急いでください。はい。江戸へは入らず、このまま奥州へ参ろうと思ったが、賀来さんや。はい。すまぬが、この犬どもの皮を剥いでくだされ。え、皮を剥いてどうなさいますので。江戸入りの引き出物に、早便で将軍家のもとへ送り届けるのじゃ。お言葉ながら、それはあまりに。差し出口は許さぬ。邪魔の入らぬうち、早押しなされ。はい。板橋宿より早便にて水戸の御老公様の献上物が届きましてございます。品目は何じゃ。あ、その儀につきましては何のご説明もございませぬが、すぐさま上様のご覧に供せようと。ならば表。あ、申し上げます。何じゃ。水戸の御老公様より献上物にございます。何、御老公より。あ、それは珍しい。これ持て。は、下手人は水戸公も厳しくご成敗なさるべくそう。なんというむごいこと。拙僧の祈願もこれにて水の泡。上様の御に計らざるご災厄が。では、は、生類憐れみのあの布告を出しては、この綱吉の過ちであった。皇后その儀に及ばずと、改めて布告せい。なりません。祖母寺は犬の年、犬の国にお生まれになったゆえ、さようなことをしてはお身の上に障りがございます。ご一心のご安泰のために、これまで通り。控え。は。ご老公のお諌めは、世のためには天のお声じゃ。では、すぐさま布告せい。